ロワイアルユニオン、サンジロワーズ通称ユニオンは、ベルギーブリュッセル首都圏地域のサンジルにホームを置くサッカークラブである。サンジロワと明記される場合もある。クラブは1897年に創設され、1904年を皮切りとして11度のベルギーチャンピオンに輝いた。第二次世界大戦以前のベルギーサッカー界における主要チームであり、 1933年から1935年にかけて60試合連続無敗というベルギー記録を樹立した。1900年代序盤には UEFA によって公式に認められたものではない最初期のヨーロッパのカップ戦において優勢を誇った。1958年から1965年にかけてインターシティーズ・フェアーズカップに出場し、1958から 60大会では準々決勝で AS、ローマを下し、準決勝に進出した。1963年に2部に降格し、さらに1980年には一番下の全国リーグに降格した。2018年にクラブ創設120周年を迎えた。2018年2月に小賀俊太郎とプロ契約を締結したことを発表した。 2018年5月21日に、イングランドプレミアリーグ所属のブライトンホブ、アルビオンのオーナーである、トニー・ブルームが、新オーナーになったと発表した。2020から21シーズン、ベルギーファーストディビジョン B で優勝し、1972から73シーズン以来のトップリーグ昇格を、果たした。10選手の国籍表記は、フィファの定めた、 代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他保有国籍、もしくは市民権を示す。中選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。